アントニオ猪木が自身の YouTube チャンネルで、愛弟子の藤原義明、長州力、藤波立浪らと対談する様子を公開した。長州とは、1990年のイラクでの人質解放の話題になり、猪木は心の中にある宝。と振り返った。今から30年前の1990年12月5日、人質解放の報告を受けた猪木は、 開放祝賀パーティーが行われたイラク・バグダッド市内のマンスールメディアホテルで人質家族と喜びの「ダー」でおたけびを上げた人質奪還に向けいち早く行動した猪木の,の思いが実った瞬間だったこの年の8月イラクはクウェートを侵攻イラクのサダム・フセイン大統領は在留外国人を自国内の軍事施設や政府施設などに監禁 人質にして人間の盾としたスポーツ平和党党首で参院議員だった猪木は9月に単身イラクを訪問し大統領の長男でイラク国内で大きな権力を持つイラクオリンピック委員会のウダイ・フセイン委員長ら要人と会談首都バグダッドでの平和の祭典開催を提唱したレスラー上がりの国会議員に何ができる 国会をほっといてスタンドプレーしやがって。など、厳しい声も流れていたが、11月21日に日本外国特派員協会で12月2日、3日に行われるイベントの詳細を発表した。日本政府の協力は得られず、ユセフトルコ氏のつてでトルコ航空機をチャーターし、11月30日、猪木は人質の家族46人を率いて、 ののヨルダンのアンマンアマ空港へ向け出発したバグダッドのナショナルシアターで行われた平和の祭典。初日のコンサートのトリはジョニー・オークラ率いるザ・プリーズが務めた。長州はフィナーレでジョニー・オークラを肩車するなどイベントの盛り上げに貢献平和の祭典。2日目はサダム・アリーナでプロレス4試合が行われ。 人質となっている在留邦人も感染が許された。メインは、長州、正斉斎藤組 VS 長谷博志、佐々木健介組で、斎藤は引き上げる際に人質家族に手を挙げエールを送った。さて、イベントが終了しても人質解放の成否は決まらなかった。猪木はイラク側との交渉を断念し、 予定通り翌4日に出国するため空港に向かったのだがまさに搭乗寸前にイラク政府の要請でバグダッドに泊まったそして解放が発表されたのは5日の夕方過ぎ祝賀パーティーが行われるホテルのレストランで人質の家族は猪木の到着を待っていたこの時人質家族婦人会会長の長谷川さんに万歳後のダ をお願いした。長谷川さんは、当然といえば当然だが、だ。は知らなかったので、簡単に享受した。会場に到着した猪木は、嬉しさを表現しないのは不自然。我々は、素直に喜んで帰りましょう。後の人たちの解放は、政治家の仕事。と挨拶し、万歳、そして、当然のことながら、みんな、本当に嬉しそうな表情の、 だった翌6日には、フセイン大統領が人質全員を含むイラクやクウェートに足止めされている日本人や全外国人を解放する方針を発表した。猪木と人質、在留邦人41人は第1便として8日に帰国の途に着いた。行きと違っていたのはヨルダンからの帰国便は日本政府が手配した JAL だった。その機内でも、 自然発生的に猪木にリクエストされ、シャンパンを片手に歓喜の、だあ、この人質解放は、間違いなく政治家猪木の功績だったと言ってもいいだろう。